向けたデジタル田園都市国家構想の生かしを生かした全国の自治体、企業の参画のためのセミナーということで、デジタル田園都市国家構想応援団の主催でイベントを開催させていただきます。本日は皆様方、お忙しい中、ご参加いただきましてありがとうございます。またオンラインで視聴されている皆様、併せてこのデジデンの応援団、 2年目を迎えさまざまな活動日頃のご支援ご協力御礼申し上げたいと思います本日の司会進行を務めさせていただきますデジタル応援団の専務理事をしております岡田でございます本日はよろしくお願いしたいと思いますさて昨年の2月にデジタル田園都市国家構想応援団ということでこの国の プロジェクトををさせてていただく社団法人を立ちち上げてちょうど1年と4ヶ月になります昨年1年間の活動、それぞれの段階で皆さん方と共有させてきていただいておりますけれども、各地域の皆さん方と協力をさせていただきながら、コロナ禍ではありましたが、多くの人たちの協力のもと、リアルイベント等を開催することができました。 2年目を迎えて、ますますデジタル田園都市国家構想実現会議の事務局の皆様方とタイアップをさせていただきながら、私どもの応援団としての活動が、ますます加速をしていける時代になってきているのではないのかなと思っています。本日は、ご案内させていただいておりますプログラムに従いまして、第1部、16時までの時間を 予定しておりますけれども、2年目の取り組みとして、プレゼンテーションをいただく予定にしております。その後、16時からデジタル田園都市国家構想、自民党の議員連盟の先生方にお越しいただきまして、ご挨拶そして皆さん方との情報の交換・共有をさせていただく予定にしております。また本日 ここでのイベントの後に懇親会も予定しておりますのでぜひご予定のつく方はそちらの方にもご参加いただければと思いますレジデン応援団2年目を迎えますます皆さん方との提携連携そして協力応援をいただきながら私たちの美しい日本その地域を地方をもっともっと盛り上げていく デジタル電源都市国家構想応援団の活動をご一緒していただければと思います。今後とも一つよろしくお願いいたします。それでは、ご案内をさせていただいております、プレゼンテーションの方に移っていきたいと思います。まずはじめに、レジデンのローカルハブというタイトルで、株式会社野村総合研究所、神尾様よりお話をいただけると思います。 神尾様よろしくお願いいたします皆さんこんにちは、えー、トップバッターということで、えー、野村総合研究所の神尾と申します、えー、着座にて、えー、プレゼンテーションさせていただきますのでよろしくお願いいたしますはい、えー、と今ご紹介、えー、岡田様からありました通り、えー、まあデジタル 呃、田園都市国家構想の、まあ、ローカルハブということで、えー、まあ、どちらかというとマクロ的な視点で、なぜこのローカルハブというものを定義し、えー、ここを育成していかなければいけないのか。それから、まあ、そこに必要なあ、やはり人材、こういったものを育成し、地域の人々の、と一緒になってですね、盛り上げていく、この重要性。まあ、このあたりについて、えー、ご説明ができればと。 いうふうに思っておりますなかなかあのデジデンのリアルイベント、私、あの参加できずに、ただ、2回ぐらいはですね、あの今回のこのコンセプトをプレゼンテーションさせていただきました。まあ、そこと重複するところ、それからえ今回新しくあのローカルハブの様々な海外の事例などもえ加えさせていただいておりますので、そのあたりについてお話ができればというふうに思っております。はい、えー、っとですね、これでいいのかな。はい。 えーまあ、何度か、あの、ローカルハブという考え方、あ出しております。まあ、実は、あの、ここ1、2年という話ではなくて、えー、中央創生という言葉が出てきた2016年、前後ぐらいから、えー、このローカルハブというのが、中央創生の、まあ、的に言うと切り札になるのではないかということで、えー、提案、それから、あ推進活動を、東方の方でしてきました。このローカルハブの考え方ですが、 この一番上に、えー、書いてあるように、えー、地方圏ですね、ローカルということなんですが、ただ、えー、ハブという都市、圏域をこう作るべきだと。これは、えー、国内だけではなくて、えー、グローバルですね。まあ途中コロナがあってなかなか厳しいところあったんですが、えー、地域がグローバルと直接結びつき、えー、そこで自立発展をしていくような圏域というものを応援し作っていく。 これが、ま、地方創生で重要な視点ではないかというふうに申し上げたわけです。まあ、左側に書いてある通り、えー、ま、人口成長しているときは、ま、大都市圏も地方圏も相互にですね、持ちつ持たれつということで、地方圏の人材ですとか、あるいはエネルギー、こういったものを大都市圏に提供し、大都市圏がまあ稼ぐ力を持って、そこで得た富を地方圏に回すと。 いうところで、えー、日本全体がうまく回ってた部分があるわけですが、まあ、人口減少右側ですね、になると、やっぱ大都市圏も人口減っていく、まあ、高齢化からこれから減っていく局面が出てきます。グローバルな都市間競争にもさらされるということになりますので、えー、やっぱり権域ベースでしっかり自立性のある、えー、経済活動を展開していく必要が、えー、より出てくるんではないか。地方圏においても同じですね。ただ、地方圏全てが こういった取り組みができるかというとそうでもない。えー、別に切り捨てというわけではないんですが、地方圏の中で右上にあるような、うん、自立経済圏を持ち、またグローバルなマーケットと直接アクセスできる、こういう研究を作っていこうと。まあ、この重要性をずっと主張してきたわけでございます。よくですね、あの言われているところで、まあ、例えばその人口が多い都市でしょうと。例えば地方中枢都市。 あるいは人口50万以上ぐらいじゃないとなかなか自立できません。私は2 3 0年前に人口30万人ぐらいが一つの臨海点なんていう話も、えー、研究でさせていただきましたで。今回のローカルハブというのは必ずしも人口規模、あるいはその GDP の規模に依存する地域を作りたいと言ってるわけではありません。まあ、左側にあの拠点都市の例ありますがこれは、これまでの日本の地方都市というのは あ特にその視点経済で発展してきたてところが結構多くて、で、人口が周辺地域から集まり、えそこをサポートする産業が生まれえ、都市機能が生まれという形で発展してきている。でもこれからはですね、不確実性のある時代ですからえ、地域自らでダイレクトに世界で勝負できるサービス、特許、こういったものが生まれている、生まれ続けるような地域でないと、これ大都市圏の視点経済では、 成長が難しいというふうに考えております。まあそういった意味では、あの世界に勝負できる資源、右にありますが、それを支えるための、おインキュベーション、まあ言葉はいろんなところで出てますが、こういった機能があり、産業も、自らの地域の人口を支える産業も重要なんですが、やはり世界に打って出るような外貨獲得産業、こういったものを作っていくことが必要ですし、えー、そのための、えー、人々が生活できるインフラ、あるいは住宅、 都市機能。これが重要になってくるわけですね。まあ、端的に申し上げますと、量とか規,規模という左側から、質ですね。生産性ですとか成長性。ここを重視する。ここを目標に置いた都市を作っていくということが重要だ。というふうに考えているわけですで。そんなところはあるのかということなんですが、このページを見ていただければと思います。これはあまりあの出してないページなんですが、日本の、まあ、あの人口も都市の数も、 え非常に多いんですけれども、やっぱり人口規模に比して、えー、生産性が高い都市というのは、日本の場合っていうのはそんなに数的には多くないんですね。結果的に縦軸が生産性、横軸が人口でいくと、日本の場合っていうのはその、いわゆる線ですね、えー、相関。これがかなり横に寝ています。えー、これに対して、たびたびご紹介させていただいたドイツですとか、 あるいは、本当はあの、フィンランドをご紹介、アンディさんがありますんで、紹介したかったんですが、まあ、ドイツの中でもデンマークの都市の様々なデータ、GDP のデータが手に入っておりまして、同じような分析をすると、まあ、もちろんあの、国の大きさは違うんで一概に比較できませんが、その国の中で生産性の高い都市の数っていうのが、人口規模に比して多いんですね。すなわち、あの、線が、え、寝てるんではなくて、立ってる。まあ、これはドイツよりもデンマークの方がさらに立ってるわけですね。 右側にちょっとありますが、全体の、全国の労働生産性を平均値で取ったときに、それよりも上回ってる自治体、いわゆる生産性が全国より上回ってる自治体がどれぐらいウェイトがあるかというのを調べてみたら、えー、ドイツはだいたい半分、デンマークは6割ぐらい、えー、日本の場合はわずか5.5%。なんでこんな少ないか。これは東京大都市圏が効いてるわけです。すなわち、今までは日本の中で 労働生産性が極めて高い。これは東京、あるいは大阪、名古屋を含めた大都市圏内市はその周辺の地域だったわけです。それ以外のところはなかなか労働生産性は上がってない。ところがドイツ、デンマークというのは、まあドイツの場合は分散してますけども、デンマークの場合っていうのはコペンハーゲンという大きな日本の東京と同じような集中している首都があるにもかかわらず、それ以外の都市も労働生産性が高い都市があるわけですね。まあそういう意味では、 日本の地方圏においてもですね、この労働生産性の高いところを一つでも多く作るということが、これ日本全体の労働生産性にも関係してくるんです。これ日本全体の労働生産性っていうのは、デンマークだとか、ドイツに比べて、やっぱり全体も低いんですね。やっぱりこれからのレジリエンスとか、こういうウェルビーングとかっていう考え方と、それから一国全体の生産性を高めていくということを両立するためには、もっともっと労働生産性の高い 都市を日本の全体のところで一つでも二つでも増やしていかなければいけないということがあ分かってきたわけです。で、あの次のこのページはあのドイツで何度か出していますが、例えばドイツの場合ですと、えー、横軸が人口ですね、200万ぐらいのハンブルグ、それから60万から80万ぐらいのフランクフルト、それからさらに20万前後ぐらいのボルクスブルグですとか、コーブルグ、インゴルシュタットといったいくつかの 人口規模のランクに合わせて、労働生産性の高い、一人当たり GDP の高い都市があるわけです。ここが地域の活力と輝きを生み出している、ということが言えると思います。同じように、えー、デンマークでも同じようなことを、あの、検討していますが、デンマークは右上にコペンハーゲンという大都市圏があります。150万人ぐらいの人口。デンマーク全体でいくと25%。でもこれは日本における東京圏とほぼ同じウエイトです。 こういったウェイトのあるコペーハーゲンがあるにもかかわらず20万から40万の中規模都市。これはまあ平均以上ですけれども。さらには10万人前後の都市で1人当たり GDP 生産性が高い都市がやっぱり5つか6つ、えー、場合によっては10個ぐらいですね、存在している。このバランス、これが非常に国土運営、それから地域経済の再生にとって非常に重要なポイントだというふうに考えております。そういう意味では、 なぜこういったところが人口規模に関わらず労働生産性が高いのか。ここをちゃんと分析していかなければいけないということで、私もドイツに十何回ぐらいは行ってますし、まあデンマークに実際に都市にも行って、まあ一概にその構造を解きほぐすのは難しいんですが、あの大きく左側から企業、グローバルな企業、これは拠点、生産拠点ですとか本社、 それから人材育成、えー。こういったものがその地域にありそうだと。それから地域初の企業がそこで生まれ成長している姿がある。さらには、あの、簡単に言っちゃうと、あのそれまでなんですが、えー、高等教育機関、実証、実証機関ですね。こういったものもあると。で、この三つが人口規模に関わらず存在しているところ。これが一つのベースになる。ただそれだけではなくて、えー、グローバルな企業からは、 事業をそこからスピンアウトして新しくビジネスをする。それを応援する仕組みがあったり、ローカル企業が単に下請けではなくてパートナーとして大企業とうまく事業を創造している。もちろんそういったところに地域の大学ですとか、高等専門学校的な技術系の職業機関が人を育て供給している。こういった仕組みがエコシステムとしてあると。まあ、その結果、 スタートアップですとか地元企業の成長が実現できるという構造になっています。ただ全てがこういったあ、まあ、研究機関とか企業があるわけではないです。一部分ではデジタルの力を借りながら不足しているところを補って新しい事業、加価値の高い事業を作り上げていくということをチャレンジしているわけですねで。これはローカルハブというものをデジタルの力でさらに底上げをする試みということで。 えー、まあ、ドイツとか、ここ地域でやっている、えー、こういった試みというのを、日本でも、このデジタルという力を借りながら、この構造を作り上げていける都市を、一つでも二つでも応援していきたいということが趣旨でございます。じゃあ、どこなのかと。あえてここがローカルハブっていう、これはすごく語弊があります。まあ、あの、端的に言うと、デジタルローカルハブという考え方は、どこの地域でも、大都市圏でも、地方圏でも、うん 人口規模に関かかわらず可能性はあると思っています。ただ、あの、大学、あるいは高等専門学校、さらにはそういったところが様々ままなデータを蓄積して、例えば健康のデータなんかを活かしてえ、地域の医療活動に活かすなんていう試みも行われているわけですね。そういったものをひっくるめても、えー、これだけのプロットがある都市があ、まあ、ポテンシャルがあるノミネートされる都市があります。一つの例でございます。 我々も山形県の鶴岡、最近ですと北海道の帯広、まあ、森岡ですとか、まあ、デジタル庭園都市応援団でも佐賀の話ありましたが、いろんな地域でこういったローカルハブの戦略づくり、支援をし、あるいは実際に実践をされている地域があります。ここを応援していくということになると思います。じゃあどうやって応援していくのかということなんですが、まあ、簡単に言えば都市の生産性を上げていくということは、分母と 分子、分子のある、その都市における付加価値額をより高めていくということだと思います。これは生産活動を高めていくのもあるし、消費、それから投資、こういったところは、よく体内投資と言われているグローバルなところから、投資の活動を地域に引っ張ってくるという、そうやって底上げしていくという活動もあるわけですね。海外の多くの都市、 まあ、昨年来ましたが、バルセロナなんていうのは、まさに、域内に投資を呼び込むために、様々なデジタルのロールモデルを作って、全世界に PR するということをやっています。まあ、そういうような、付加価値額の上昇というのが一つある。と、一方で、分子を下げていく。まあ、これは、正確に言うと、人を減らしていくということではなくて、そこで生き生きと生産性の高い仕事ができる環境、これを作っていく。また、そこに、 住まわれている家族が希望を持って暮らしていける環境を作っていく。これが生活、働き方。さらには炭素ですね。カーボンニュートラル、脱炭素というものもここに入ってくると思います。左下にあるように、欧州等々の都市では、縦軸の労働生産性が高い都市というのは、大体横軸にある炭素生産性、すなわち CO2 あたりの付加価値額も高いんです。CO2 を減らしながら、 付加価値を高めていく活動をしてるんですね。この両立ができたときに、本当の意味でのグローバルに誇れるローカルハブが作られると思います。単に労働生産性だけを時間をかけて上げていく。これも重要なんですが、脱炭素という一つのきっかけ、これを利用して炭素投資をしながら関連産業を育成し、労働生産性を高めるというパスもあるはずです。それが、えー、両方の観点から右上のローカルハブに到達する一つのプロセス。 これを日本の都市、地方都市では実践していくべきではないかと。そこにデジタル技術が必要というふうな考え方です。まあ、じゃあどうやってということなんですが、これは各地域ごとに、あの、いろんなあデジデンのローカルハブのコンセプトを作っていかなければいけません。上の方はどちらかというと経済的な視点ですね。えー、求心力。世界中から知恵と人とビジネスの機会が集まるようにする。左側の連携力。地域内の企業。 それからグローバルな企業との連携をしていく。3番目、循環力。新しくその地域でビジネスを作っていく。こういったところをデジタルの力でやっていくということが重要になります。また、下に書いてあるように、まあ住民の都市サービス、これはまあスマートシティそのものかもしれませんが、行政のデジタル化とエネルギー、交通、健康等々のデジタル化をうまく連携させていく。このウェルビーングコミュニティと言われているものとローカルハブを連携させながら、 デジデンのローカルハブというのを作り上げていくという活動を地域の人々と一緒に推進していくことが重要かというふうに考えます。まあこれをあの進める上で、まあ、デジデンのローカルハブ中核人材ということで、あの応援団でも進めているところでございます。経済活動と、それから下のウェルビーングだけじゃなくて、このローカルハブの構想自身を一緒に作っていく。そのための中核人材。これを 育成していくことが重要で、まあ、そのための様々なプログラムというのをデジデンの応援団では用意して推進をしているところでございます。えー、地域 DX プロデューサー、それから、えーまあ、ビジネスコンテストもそうですし、最終的にはデジタル田園都市のローカルハブを担う若き DX 人材というものを認定し活躍していくための研修等々のプログラムというのを今用意し推進をしていくということでございます。 はい。では私、私以上でございます。えっ、ー、と、ちょっと早口になりましたが、最初の、えー、と15分程度ということで、えー、次の方にバトンタッチをさせていただきます。どうも、ご清聴ありがとうございました。神尾様、ありがとうございました。ローカルハブというコンセプト。そして、この、ウェルビングコミュニティという私たち、 一人一人が暮らしのベースを持っている自分の居住地であり、自分の田舎であったり、暮らしとこのローカルハブというものの組み合わせ方をいかに有効かつ合理的な形で、そしてまた多くの人たちが自分の居場所を感じてワクワクして、そして幸福な時間を持てるような組み合わせ方をどのように作り出していくか。